はい皆さんこんにちは本日はこちらの積分を扱います今回の積分のポイントは FGG 出し方 F を積分ということである関数 F の中に別の関数 G が入っていてそれの微分がかかっているような格好それをここでは FGG 出し方と呼んでますがこのような積分は F を積分すると積分結果という形となりますはい今回はそのような形にまだ見えないかもしれませんが少しいじってあげると FGG 出し方見えてきますのでまずその変形をしてしまおうと思うんですが今回タンジェントサインコサイン 3つの種類がかかってますけれども、f g ダッシュ型考えると相性がいいのがサインとコサインサインの微分がコサインですし、コサインの微分がマイナスサインということで、タンジェントを消去してしまおうと思うんですが、はい、タンジェントは、はい、コサイン分のサインに変形することができ、コサイン一1個約分されてサインが1個かかりますので、こちら、サインの3乗かけ×けコサインの2乗の形となってきます。はい、サインの3乗なんですけれども、 こちら無理やり。1。乗をかけ2。乗という風に捉えてもらうと、sin の2乗は1。コサイン2乗の形となりはい。これら展開してあげるとこちら。はい、コサインの何とか乗にサインが1個かかってるという形に変形することができます。はい、このような形になると fgd ダッシュ見えてくるんですけれども、はい。前の項に関して言うとはい。2。乗の中にコサインが入っていて、コサインの微分マイナスサイン。こちらがかかってるという風うに考えるために。 マイナスを補ってあげると、はいこちら、f が二乗、g がコサイン、g ダッシュがマイナスサイン、そんな形に見えてきます。はい後ろも同様で、はい四乗の中にコサインが入っていて、コサインの微分マイナスサインがかかっているというふうに考えてあげると、f が四乗、g がコサイン、g ダッシュがマイナスサイン。はいということでそれぞれ f、g、g ダッシュ型の形になりましたので、はいそれぞれ f を積分してあげる。前は二乗を積分して三分の一の三乗。 後ろは4乗乗積分分しててあげて5分の1の5乗という形となってきます、はい。あとは少し複雑になりますが代入計算をしてあげると最終的にこちらが答え。はい、ということで今回なんですけれども、はい、まず FGG' にらみながらタンジェント消去してあげましょう、はい。ちなみにタンジェントと相性がいいのがコサイン乗分の1だったりするのでコサイン次乗分の1が残るような式に関して言うとタンンジェントは積極的に残した方がいいかなと思います。 サインとコサインだけの式にしてあげた後。後はい。サインの3乗を1乗角2乗という風に捉えてもらって、はい。コサインのなんとか乗掛けサイン、この形に持っていくと fgg 出し方見えてくるかなと思います。はい、ちなみにサイン3乗ここが出た時に。はい、シャープ1でお話ししました。けれども、奇数乗は相方を置換というのも手だったりするのではい。sin の奇数乗が見えてきた時に相方である。コサインを置換。 置換して計算していっても最終的に同じ結果を得ることができますので興味ある方はぜひ確認してみてくださいはいそうしましたら本日以上ですこのように毎日1問数算の積分計算扱っていますもしよかったらチャンネル登録して毎日1問積分計算チャレンジしてみてくださいそれでは本日以上ですありがとうございます